館。ペッパたちは博物館にやってきました。ダディ、博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わあ、ダイナソーか。あら、マミピック。どうもミスラビット、チケットは何枚いるかしら？大人2枚に子供2枚。ダイナソーGo! それとダイナソー1枚。ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわぁ、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー。泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよ。ペッパ、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。これはクイーンのドレス、すっごく素敵だね。ほら見てペッパ、これはクイーンの黄金の王冠よ。わあ、とってもキラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ、昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミ、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。おいしかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー、ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガージョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー、ダイナソーが来る、助けて助けて。ガーガーガーこのダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。ほら座って。ほんとだね、とっても素敵なお部屋。歯の妖精。ペッパとジョージが食べているのは二人の大好物、スパゲッティです。大きな音だな。ごちそうさま。ああ、これで少し静かになるわね。
なんだろう。それは歯だよ。どこから出てきたの？ペッパー、鏡を見てごらんなさい。ああ私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よペッパー、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと歯の妖精さんが来て、その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さんまだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージ、何の音かな。ジョージったら。ジョージのいびきの音でした。疲れて眠ってしまったようです。ジョージは遅くまで起きていられないけど、私は頑張る。歯の妖精さんが来るまで寝ないんだから。絶対に寝ないの。歯の妖精がやってきました。でもペッパは夢の中。こんばんはペッパ、抜けた歯とコインを交換しましょうね。なんて綺麗な歯でしょう。ありがとうペッパ、おやすみなさい。ペッパ、ジョージ、起きて、もう朝よ。え？私寝てないよ。歯の妖精は来たかい？来ない。枕の下を見てごらん。まあ見てペッパ、歯の妖精さんがコインを置いていってくれたわよ。やったー。ゆうべは寝ちゃったみたいね。ちょっとだけ寝ちゃったかもね。でも次は絶対に寝ないんだから。それで歯の妖精さんに会うんだ。いとこのクロエ。ペッパとジョージが庭で遊んでいます。ボール投げて。強く投げちゃいけないんだよジョージ。だから今のは私の勝ち。私の番ね。また私の勝ち。ペッパ、ジョージ、今日はいとこのクロエが遊びに来るわよ。やったクロエが来る。ジョージ、クロエは私と同じで大きいの。だからちっちゃい子とは遊んでくれないかも。クロエは二人と一緒に遊んでくれるよ。クロエが来た。ペッパたちのおばさん、アンティーピックがクロエを送ってきました。クロエはペッパとジョージのいとこ。二人よりもちょっとお姉さんです。こんにちはクロエ。こんにちはペッパにジョージ。じゃあ後でな。何をして遊ぶ？
鬼ごっこしようよ。ペッパは鬼ごっこが大好き。まだ鬼ごっこしてるの？ちっちゃい子の遊びだよ。ああ、鬼ごっこって言ったのはジョージがやりたがるからだよ。わかった、それならやりましょう。普通のルールでやる？それとも赤ちゃんルール？普通のルール。じゃあ行くよ。ペッパ、あなたが鬼ね。捕まえてごらん。ペッパが鬼です。クロエとジョージを追いかけないと。ほらこっちだよ。よし、ジョージならすぐに捕まるね。ちっちゃいもん。そんなのずるい。ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか。いい、助けててくれなくて。私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない。違うことしようよ。いいよ。大きい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、やってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる。私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ今動いた。スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよねジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ今動いた。スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった。私が一番好きな遊び、大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。クロエの分の長靴も持ってきたよ。大きい子は水たまりでは遊ばないのよ。そう、じゃあやめるよ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。大人っぽく見られたいペッパは遊びたいのを我慢しています。泥んこの水たまりで遊んでるの？マミーとダディも泥んこの水たまりが大好きです。楽しそうだね。そうだよ、楽しいの。大きい子も水たまりで遊んでいいっていうルールがあったかも。そっか、いいルールだね。競争ね。待って。ペッパとクロエも泥んこの水たまりで遊ぶのが大好き。大きくなってもみんな泥んこの水たまりで遊ぶのが大好きです。秘密。マミーピックがペッパに特別な箱をくれました。ペッパ、この箱はあなたのために作ったのよ。ありがとう、マミー。これは秘密のものを入れておく秘密の箱なの。それってどんなものを入れればいいの？それはあなたが決めるのよ。あなたの秘密の箱だもの。私何を入れるか決めた。そう、でも言わないでね。うん、言わないよ。ジョージにもダディにも。だって秘密なんだもん。ジョージ、これ秘密の箱なんだ。空っぽなの。だからこの中に入れるものを探さなくちゃ。ジョージは手伝う気満々です。ダメよジョージ、何を入れるか私が決めるの。私が選んでる間お外で待ってて。ペッパは秘密の箱に入れるものを選びます。秘密の箱がいっぱいになった。ジョージ、中を見ちゃダメだからね。ジョージは箱の中身が知りたくなりました。知りたいなら
当ててみてもいいよ。ダイナソー！ペッパがダイナソーを入れたと思ったようです。もうジョージったら、なんでもダイナソーって言うんだから。でもダイナソーは大きすぎてここには入らないよ。ジョージには箱の中身がわかりません。ダディピックは絵のお掃除中。ダディ、これ私の秘密の箱よ。マミーが作ってくれたの。ああ、それはよかったね。何を入れたの？秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったら、もっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ、2回間違えてから大割り。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ、1-3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1-2-3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ、素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドーナツをしまうんでしょ、冷蔵庫。はずれ。もっといいところだよ。お腹の中だ。おいしいよ。私もドーナツお腹にしまおっと。マミーも。カエルとミミズとチョウチョ。ペッパとジョージがグランパのお手伝いに来ました。とっても綺麗な蝶々です。グランパ、どうして蝶々はお花が好きなの？蝶々はね、お花の蜜を吸うんだよ。どうやって？蝶々には長い舌があるんだ。私のより長いの？そうだよ。蝶々の舌はペッパのよりずっと長いんだ。それを使ってお花の蜜を吸うんだよ。わあ。ペッパ、蝶々はお前をお花と間違えたようだな。私はお花じゃないよ。私はペッパピック。蝶々って本当に可愛い。私蝶々になりたいな。ペッパは蝶々になりきっています。私は蝶々よ。ジョージも真似をします。ジョージ、蝶々は私なの。ジョージは違う生き物になったよ。わかった。ジョージはくねくねのミミズさんね。見て見て、私は蝶々なの。おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。蝶々になりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃
ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まずこうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほらくねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、かわいいチョウチョだもん。見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。クランパー、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。クランパーはミミズ。私はミミズ。くねくねミミズ。よろしくね。大好き。くねくねのミミズ。いや、楽しかったな。よし、次はどんな生き物になろうか。わかんない。見てグランパ、ちっちゃいカエルさんだよ。それじゃあ今度はカエルさんになってみるかい。でもカエルはチョウチョやクネクネのミミズみたいに可愛くないね。カエルならお前の好きな遊びができるぞ。カエルもお人形さんで遊ぶの？いやいや、ペッパ、お前の好きな遊びは何だい？水たまりで飛び跳ねるの。そう、カエルも水たまりで飛び跳ねるのが好きなんだ。よし、ジョージ、カエルさんになろう。私はカエル。私はカエル。遊ぶのにぴったりな大きな水たまりです。ペッパとジョージは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんなも水たまりで遊ぶのが大好きです。チョウチョもミミズも楽しかったけど、やっぱりカエルさんが一番いいね。大嵐。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよ、ダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとう、ペッパ。どういたしまして、テディ。はい、オレンジジュースよ、ミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしまして、ミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから。ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとう、テディ。今のは何の音でしょう。ペッパ、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来てたくさん雨が降るの。早く雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ。雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。ペッパ、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディ、テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよ、ペッパ、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いで、ダディピッグ、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほら、やっぱりまだ当分雨は降らない。テディ、かわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね。乾かしてあげましょう。テディ、かわいそう。
もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くし、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさい、ダディピッグ。すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよ、ダディピッグ。すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変。どうしましょう、ダディピッグ。心配ないよ。ダディピッグは床にバケツを置きました。さすがね、ダディピッグ。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞ、ペッパ。朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私、嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシッ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 。車のお掃除。今日はみんなでドライブに出かけます。みんな、準備はいいかな。いいよ。ダディピッグ、準備 OK よ。でも車は違うみたい。降りて見てごらんなさい。こんなの大したことないよ。中の方がもっと汚い。へへへへ。ダディは困った汚し屋さん。ダディは困った汚し屋さん。このゴミを見て。新聞？ダディのだ。お菓子も。それは私の。ミスターダイナソー。ダイナソーガウ。ドライブの前に車をお掃除しなくちゃ。うん、わかったよ、マミーピッグ。マミ、お掃除手伝ってもいい？え、もちろんよ。やったー。ダディピッグは洗剤と水を入れたバケツを用意します。ダディピッグが車の屋根を、マミーピッグがボンネットを、ペッパがドアをきれいにします。ジョージは窓を掃除したいのですが、手が届きません。まあ、ジョージ、マミーが手伝うわ。おやおや、水たまりにスポンジを落としてしまいました。ジョージ、また車が泥んこになっちゃうよ。泥んこ洗い流すね。ペッパ、その水は泥んこなんだよ。おやおや、ペッパは車に泥んこの水をかけてしまいました。ああ。大丈夫だよ、ホースを使って泥んこを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピッグが水を出します。水が出ないよ。ペッパ、やめて。ごめんなさい、マミー。
あれ？あ！ダディピッグ、水を止めてちょうだい。うん。慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ、後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。乗って、マミーが運転するわ。みんな、準備はいいかな？オッケー。それじゃあ、出発。今日は車をきれいに使いましょうね。はい、マミーピック。はい、マミーピック。マミー、今度はマミーが車を汚しちゃったね。汚し屋さんだな。マミーは困った汚し屋さん。クレーの人形劇。今日はアンクルピッグとアンティーピッグ、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピッグはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピッグ、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピッグはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパ、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はい、ダディ。アンクルピックとアンティーピックの家に着きました。アンティーピック、アンクルピック、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや、元気かい兄さん。アンクルピックはダディーピックのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。うわ。お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。で、こっちは私のパパ、アンクルピック。よう、ペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった、怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた、怖いダイナソーだよ。ガウ。みんな、ランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵、用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。
こんにちは。私はクロエ。私はペッパよ。ガーキャーダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャーガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあ、ペッパ。ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから犬めりをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい。タティが言ってたの。アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。ほうほう、あ、その通り。いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん、どうなった。え、人形劇はいつになったら始まるんだ。写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん。壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。タディ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピックが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよダディ。大丈夫だよペッパ、すぐ抜けるから。うわもうダディ、本当に壁を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ、早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やった。でもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ、もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。
てきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの？別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。ああ。いいわ、マミーは名人じゃないけど、これくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。シッ、ペッパー、それは内緒だ。シャックリ。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミー、お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、シャックリ止めてよ。ジョージ、じゃあ今度はジョージが投げて、私がキャッチするね。ジョージ。おやおや、シャックリのせいでボール遊びができません。ジョージ、シャックリ止めてあげようか。私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでシャックリが止まるわ。ペッパのやり方ではシャックリは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった、しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピックがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。
ダディのメガネ。ダディピックはメガネをかけています。目が良くないので物がはっきり見えないのです。メガネをかけるとどんなものでもはっきりと見えます。でもメガネを外すとぼやけてしまいます。何もかもがぼんやりとしか見えません。ダディピックにとってメガネはとても大切なものです。時々ダディピッグはメガネをなくします。ペッパー、ジョージ、ダディピッグのメガネを見なかった？見つからないんですって。見てないよ。ペッパもジョージもメガネがどこにあるか知りません。困ったわね。ダディピッグはメガネがないとよく見えないからイライラしちゃってるの。メガネがないのでダディピックは新聞が読めません。いやはや参ったな。これじゃよく見えないや。誰がダディのメガネを持って行ったんだ？最後に外したのはどこだったか覚えてる？外したメガネは必ずポケットにしまうんだよ。なのに入ってないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわペッパ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。ない。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ！面白くないでしょ？枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピック、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディ言ったら。なんでこんなところに？ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから。とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。
なっか。ペッパとジョージはマミーたちの部屋で遊んでいます。これなんだろ。箱には古い服が入っています。うわ、コスタディの帽子だ。こっちはマミーのワンピース。ジョージ、これを着てマミーとダディに変装しようよ。はい、ダディの帽子、それとダディのコート。こんにちは、ダディピッグ。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピッグ、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とっても綺麗よ、マミーピック。さあ、ダディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック、こんにちは。こっちはダディピックよ、ジョージ。あら、こんにちはダディピック。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。待ってね、ダディピック、すぐ終わるから。はい、おしまい。さあ、ダディピック、あなたのお仕事に行きましょう。じゃあね、マミーピックに、ダディピック、さよなら。ダディピックは庭で穴を掘っています。やあペッパ。やあジョージ。ペッパじゃないよ、私はマミーピック。こっちはダディピック。ダディピックは仕事をしに来たの。それは助かるよ、ダディピック。でも気をつけて、深い穴だからね。でも一番いい服を着て穴を掘るのはやめた方がいいんじゃない？私も大きな音を出してみたいな。さあ、アイスクリームよ。アイスクリーム？ペッパ、ジョージ、食べる前にその泥だらけの服を脱ぎなさい。私はマミーピックで、こっちはダディピックなの。本当に？そうだよ。じゃあ、ペッパとジョージはどこなの？知らない。残念ね、二人の大好きなアイスクリームを持ってきたのに。いないなら、これはここにいるよ。ペッパ、ジョージ、あなたたちだったの？そうよ、マミー。私たち、マミーとダジーに変装してたの。すっかり騙されちゃったよ。風のお城。今日はみんなでお出かけです。ペッパ、ジョージ、今日はみんなで風のお城に行くぞ。風のお城って何？高い丘の上にあるお城だよ。ジョージはお城が大好き。風のお城って女の子には楽しくなさそう。いや、きっと気に入るよ。お城のてっぺんからは遠くまで見渡せる。グランパたちのお家も見えるぞ。
うわ、早く行こう。ダディが地図を見て、マミーが運転する。大丈夫、ダディピック、あなたいつも道に迷うし、イライラするでしょ。迷ったりしないし、イライラしたりもしないよ。では、風の後ろに出発。ねえ、まだつかないの？まだまだだ。ゲームでもしようか。うん、やりたい。じゃあ、アイスパイゲームがいい。よし、ダディから行くね。ダディピックが何かを見てヒントを出し、みんなはそれが何かを当てます。ダディが見っけ、それは赤い色をしています。赤？私の服、これ赤だよ。違う、ペッパの服じゃないよ。うん、車だ。大当たり、赤い車だ。次は私、行くよ。ペッパが見っけ、それは青いものです。うん、ジョージの青いシャツ。違う。それは車の中にあるもの？違う、降参。降参だ。お空、青いお空だよ。私の勝ち。ダディピッグ、今どこかわかる？もちろんわかってるよ。わかってはいるけど、この道路なんだか地図と違ってるみたいで。やだ、ダディピッグ、迷ったのね。迷ってはいないよ。じゃあここからどうやって風のお城に行くの？ちょっと待ってよ。そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城？そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。やったー。ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう、てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミ、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。グランマ、グランパ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージ言ったら、グランパたちは遠くにいるの、見えるわけないよ。そうだ、電話してみましょう。もしもし、グランパピーク、今風のお城からそちらを見てるんです。手を振って。グランマとグランパが手を振ってる。風のお城大好き。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1、2、3、4、5、6、7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10、隠れたかな。行くよ。ペッパはジョージを探します。見っけ。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃあすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1、
3。マミーが数えてあげるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいわよ、ジョージ。目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ？ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな？ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう？カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう？ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？いくよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるかわかった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう？ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見っけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。